よいしょ。OK。はい、ということで、こんばんは、ルキでございます。いやー、おはようございますなんですよ。現在、6月30日、シリじゃないよ。6月30日の午前10時40分でございます。夜勤明けです。そして、工事してます。ということでございましてですね、夜勤明けなんですけども、疲れました。で、疲れたといえばですね、私だけじゃないんですよ。こいつ、iPhone 12 mini。こいつとですね、まあ、こっちに iPad あるんですけど、こいつらがですね、疲れとるわけですよ。なぜか。先日、Twitter でもちょっとつぶやいたんですが、こういうことです。はい。ついに、私の人生で初だったと思うんだけど通信制限がかかりましたびっくりしたよ。まあ後でちょっと詳しくやるんですけど、私ビッグローブの6ギガのプランに入ってるわけなんですけども、これが尽きちゃった。尽きた時にどうなるのかっていうのを皆さんにお届けしたいと思います。知ってたらごめんね。っていうか光がすごい。ギャッツビー。逆。こっちが正解。ギャッツビー。もう湿気もすごいからさ、気持ち悪いよね。はい。すっきりしたかな。微妙ですけども。はい。ちょっと真面目に行きましょう。まあ、さっきもちょっと言った通り、私が契約しているのはビッグローブ。ちょっとすげえ入ってるかもしれないけど、ごめんなさい。契約しているのはビッグローブの、こちら、au 回線を使った電話機能付きの SIM をこちらの iPhone 12 mini に入れております。で、ちょっと見えてないけど、こっちにね、ちょっと台本とか書いてあるんだけど、iPad mini を前買ったっていうのは、お伝えした通りなんですけども、これセルラーモデルでして、これに、同じくこいつのビッグローブの、こっちはドコモ回線。で、こいつの6ギガをシェアする形のシェアシムっていうのがありまして、で、面白いのがここシェアシムで au とドコモってできるんですよね。で、まあドコモの回線のつながり方どんなもんだろうと思って、au とドコモにしてみました。で、合わせて6ギガなんですけど、それにプラスビッグローブ。これが一番特徴的で私惹かれたところです。エンタメフリーっていうオプションがあるんですよ。これをすると、まあこれもう解説みたいになっちゃってるけど、YouTube とか Netflix とか、あと YouTube Music とか、あと何あったかな？あと LINE は違ったな。なんかいろいろな、まあこのあたりに多分出してると思うんですけど、のデータ通信量は、この6ギガに含まれないと。そこは無制限使い放題っていう形のプランになってます。で、これ、今回制限がかかりました。6ギガ。なくなっちゃいました。となった時に、まあ通信状態どうなんだっていうのと、このエンタメフリーはどうなんだっていうのをちょっと試していきたかったんですよ。こちらを皆さんにシェアしていきたいと思ってます。じゃあ、制限がかかった時ってどうなるのかっていうと、まあ、まず基本的にアプリで、ちょっとアプリの画面も出してるけど、アプリでこういう風に残量を確認できるんですね。で、やべえな、やべえなと思ってて、最終的になくなったら、こういうメールが来ます。SMS ですね。SMS で、こういうメールが来ます。で、この状態で、ついに制限がかかったという状態になります。で、制限かかったらどうなるのかっていうと、通信速度が上限が 200kbps。200kbps。これめちゃめちゃ少ない。まあ、どこの会社さんもだいたい 200kbps になっちゃうんだけどね。で、200kbps になったら、まあ通信速度落ちるんで、まあ後でお見せしますけど、ネットサーフィンがかなり遅くなったりだとか、そういったことになってきます。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ僕の場合、もう3日前ぐらいからもうないんだけど、ないんだけど、補填することができるんですよね。100メガいくらとか、1ギガいくらっていうお金を払えば、その分だけはまた通信速度戻してくれるとっていうオプションがほとんどの会社さんがやってます。まあそりゃそうだよね。もう今月使えませんってなったらたまったもんじゃないんで。で、これがね、ちょっとね、ビッグローブさんね、高い。ちょっと高い。っていうのも、ビッグローブさんの場合、追加は100メガで330円。
まあ、税込みね、税込み330円ってなってます。ちょっと高いんですよ。例えば UQ モバイルさんだと100メガ220円で、500メガが550円っていう風にちょっとまあ段差をつけていってくれてるんですよね。で、一気に入れれば入れるほどちょっと割り引いてくれるよみたいな感じになってたりだとか、その他もだいたい1ギガ1000円ぐらいで出してくれてるんですけども、ビッグロブさんはこの100メガ330円しかないの、選択肢が。100メガってヘビーに使っちゃうと1日持たないかもしれないっていうぐらいの容量です。うん、いやちょっとここねっていうところがありまして、で、最大で1ギガまで、追加できます。1ギガ追加したら3300円。高いよ、ちょっと高すぎるよ、という感じになってます。ただまあ、追加して余っちゃった分は、一応翌月繰り越しができるんで、まあ無駄なく使えるっちゃ使えるんですけどね。で、今回まあなくなっちゃったわけなんですけど、今までどうだったのかっていうと、実は iPhone12 mini だけで使ってる時は全然余裕でした。結構ね、2ギガとか余ってた。2ギガぐらい。1ギガ半ぐらい。1ギガ半以上は絶対余ってたんです。で、そこに iPad mini が来ちゃって、それをずっと毎日持ち運ぶ。で、時々ネットサーフィンをするってやると、iPad mini の場合は、パソコン版の画面が出ちゃったりするんで、結構容量がちょっと増えちゃうんですよね。とかってやってると、徐々に6ギガギリギリまで使っちゃってるっていう状況になってて、今回ね、ちょっと2日ぐらいね、意味のわからない状況があったんですよ。こんな感じでね。この2日間がね、なぜかね、800メガから1ギガぐらいの容量を1日で使っちゃった。で、1日は理由わかるんですよ。夜勤が始まって、夜ね、実は暇なんです。全然こう来ないから待機みたいな感じなんですよね。なんで、ちょっとまあネットサーフィン的な感じをね、ずっとやっちゃうわけなんですよ。で、やってたら、まあ、なるだろうなとは思ってたんだけど、まあ1ギガぐらいいっちゃって。でもそこからもう、あ、やべえなと思って気をつけたの。気をつけたのに、なぜか2日後ぐらいに、この状態ですよ。で、ついには、そこからめちゃめちゃ節約しますよね。めちゃくちゃ節約してるんだけど、ついには、3日前に容量が尽きてしまいました。で、じゃあ実際にネットサーフィンとかってどんな感じになっちゃってるのかっていうのをちょっと見てみましょう。さあ、ちょっと激しくなってきましたけど、やりましょう。ちょっと画面がね、かなりぼやかしがかかってると思うんですけど、ここから、サファリに行きます。で、まあ、Google 行ってみましょう、Google。あ、違う。そらすぐ出るよ。Wi-Fi 繋がってんだ。Wi-Fi を切ります。切りました。そして、これ一回閉じます。そして、Google、行ってみましょう。さっきの速度と比べてください。こう。ああ、もうダメ。もうダメ。これ動画が死んでしまう。ということで、まだバーがね、半分いってないんですよ。で、なんとか画面はね、これぐらいで読み込めてるから、使えないことはないけど、ちょっと厳しいよね。これで調べ物はできない。まだ読み込んでるもん。これで、まあ読み込めるから、例えば、ルッキー調べます。はい、検索。おっしゃよ。あ、来たで。これぐらいのもんですよ。でもなんか早いな。さっきまで使ってたよりは早い。サファリだからかな。私いつも使ってるのはこのスレイプニールっていうアプリなんですよ。これ行ってみましょう。スレイプニールで Google 行ってみましょう。はい。さっきよりもかかってるかな。同じぐらいかな。でも来ましたね。ちょっとキャッシュ消してなかったから、それを読み込んでるっていうのもあるかもしれない。これもう一回ルッキーよ。ルッキー。検索をしました。はい。という感じでございます。動かない。すげえ待たされます。という状態になっています。で、これはまあいいとして、じゃあ次 YouTube 行ってみましょう。押しますよ。せーの、ドン。はい。灰色のまま動かない。皆さん多分やればすぐ出ると思います。1秒かからず出るんじゃないかな。っていう感じなので、
これは辛いよね。ほら、上下にも動かせないもん。で、これね、だいたいね、2、30秒待てば、なんとか画面が出てくるはず。まだ来ない。来ないですね。っていう感じになっちゃいます。これが 200kbps の底力。はい。そういう感じでね、まあ、使えたもんじゃない。使えたもんじゃないんですが、じゃあこの速度って本当に 200kbps なのかどうなのか測ってみましょう。ここにスピードテストっていうアプリがあります。これを押していきますよ。スタート。これが Wi-Fi 繋がってると結構200メガとか出るんですよ。夜中の調子いい時だと600メガとか出るんで。で、通常に 4G 回線繋いでるとだいたい40メガとかぐらい出ますね。あ、もうほら。スピードテストに接続できません。インターネット接続を確認して再度お試しください。という形で、もう測定不可能です。いや、でも200kbps 出てたから行くでしょ。行かないの。最適なサーバー来ましたね。あ、来た。来た。おー。嬉しい。200キロも出てない。70kbps ぐらいです。そりゃ読み込めないよね。今時のコンテンツ、これでは読み込めない。という感じでございます。でね、ただね、これ、ちょっと画面出せないけど、SMS とか、LINE の文字だけのやり取りっていうのは全然問題なかったです。嫁とかとやってても、全然遅延なく、メッセージの送受信はできます。で、一番困ったのがここ。このあたりのアプリ。ポイントカードとか、バーコード決済。あれって毎回ネットにつないで、最新情報を持ってバーコード表示してたりするんですよ。なので、Tポイントとかがかなり遅い。画面出して大丈夫かな？やってみましょう。せーの、ドン。あ、これ前のが残って、これね、そう、前のが残ってるから、いけると思うでしょ。これ前のバーコードだからダメなんですよ。これでやったら、読み取れませんでしたって出たの前。で、その場でこの更新ボタンをポチって押して、エラーが発生しました。もう一回いくよ。せーの、ポチ。これなんとか行くんですよ。今行かないけど。なんとかね、この間行ったの。で、なんとか読み込めたんだけど、やっぱりそれでね、10秒とかかかっちゃったの。後ろに人もいるのに。申し訳ねえと思って。いや、これがね、もう全然スマートじゃなくなっちゃうから。これだけが、これだけじゃない。これが一番辛かったかもしれない。で、あとは、このホーム画面の一番左側とか、まあ、iPhone だとこの画面でも出てる。ちょっとモザイクかけまくってるってよくわかんないだろうけど、ウィジェット系。ウィジェット系がね、いつもならパッて開いて、ちょっと待てばすぐ更新されて新しい画面開いてくれるんだけども、これがね、全然変わらないの。だから古い情報を見せられてるの。で、一回閉じてもう一回開き直すと更新してるみたいな。ぐらいの感じになっちゃうから、これもちょっと辛い点だよね。あとはもう通勤時のニュースサイト。ニュースサイトも、もう最近のもう画像をいっぱい使ってるから、全然読み込めない。全然ニュースが読めない。という感じで、ね、かなりの不便を強いられるようになりますがですよ。さっき一回行きました。YouTube。もう一回行きましょう。あ、来ましたね。ちょっとカットしましたけど、ようやく来ました。こんな感じですね。まあ一回読み込めてしまえばタイトルとかは見れるから、そこから選ぶことができるんですね。さらに、はい、これは私のチャンネルでございますけども、見ててください。いきますよ。せーの、ポチ。はい、いかがでしょう。これ、エンタメフリーは制限に入らないんですよ。全然普通に再生できる。なので、さっきのホーム画面の一覧を読み込む、の際画面が我慢できれば動画は再生できるの。エンタメフリー最高ということで、これはね、これはちょっとびっくりした。うん、すごく嬉しい誤算ですね。そこもやっぱ制限かかっちゃうのかなと思ったんだけど大丈夫でした。まあ、ただですよ、ただやっぱりこれはもう辛いと。途中でね1ギガとか使っちゃったからあれなんだけども、そうじゃないにしても
残り3日間、残り3日間分をその1ギガ使った2日分を分けてってやるのか、そして10日ぐらい僕我慢しました、結構。外であんまり繋がないようにして我慢したんですよ。っていうのを考えると、やっぱり6ギガじゃちょっと物足りない。なので、結局何したかっていうと、6ギガの次、12ギガにアップしました。で、12ギガにアップしたんですけども、ビッグローブさんのお話にはなるんですが、これがちょっとね、痛いんですよ。めちゃくちゃ悩ましかった。3日ぐらい悩んだもん。どうしようか。なぜか。今これ6ギガを契約しています。で、この6ギガのプランより下のプラン。6ギガ、3ギガ、1ギガってあるんですけど、これが、実は4月だったかな、5月だったかな、から、値下げしてるんですよ。しかもね、3分の2とか、3分の2のぐらいの価格だったかな、ぐらいにね、値下げしたの。で、さらに、そのキャンペーンとして、そこからさらに半額分をキャッシュバックっていうキャンペーンをやってるんですよ。だから今こいつめちゃくちゃ安い。6ギガで、1ヶ月1800円とか1800円もかかってないんじゃないかな、1600円とかでエンタメフリー入ってるわ、通信6ギガ使えるわっていう形で、しかもシェアシムも、シェアシムはまあ1ヶ月300円かなかなんかなんですけどっていう感じなんだよ。なのでめちゃくちゃ安かったんだけど、それが本当はキャンペーン期間中ずっとそれが続くはずだったんだけども、さすがにちょっと我慢ができないということで12ギガに上げました。じゃあどうなるかっていうと、お値段こうなります。めちゃくちゃ上がる。倍ぐらいに跳ね上がります。まあ6ギガから12ギガだから、その倍だから倍に上がってしょうがないんだけど、プラスキャンペーンないです、これ。12ギガ以上はキャンペーンないから、来月から結構出費が増えちゃうという状況に陥ってしまいました。まあ差はね、今画面出てるこれぐらいなんですけど、だいぶ迷いましたね。で、僕もそんなにね、むちゃくちゃ使ったってことじゃないんだけど、6ギガじゃちょっと足んなかったな。普通の方、皆さんどれぐらいの容量を契約されてるんでしょうか。何か使い方とかね、個人情報に触れない程度でコメントにぜひ書き込んでいただければ、幸いでございます。まあまあ、ただね、でも、言うても、その1000いくらアップしてっていうところで、今度から容量気にせず、なんだったら外でちょっとテザリングしてもいいぐらいの感じで気兼ねなく使えるから、まあしょうがないよね。今日が6月30日だから、明日から7月1日解禁12ギガいくぜ。じゃあな。